谷ソバは、タデカイヌタ縦属の一年草。茎はよく分子し、株は地面を横に入り、上部は斜上して、高さ10から50センチメートルになる。茎は、無毛でしばしば暗い赤みを帯び、秋になると赤みが鮮やかを増す。葉は五星し、上部につくものを除いて傭兵があり、傭身は、卵形から三角状卵形で、先端は、鋭特化たち、円は、全円。 木部はくさび型になって傭兵に沿って流れ、長さ1から9センチメートル、幅0.5から3センチメートルになる。葉の質は薄く、表面は無毛、裏面に毛が生え先天がある。秋遅くには鉱石色に紅葉する。傭兵に広めの翼があり、木部は耳状になって茎を抱く。卓葉賞は短い筒型で、長さ約5ミリメートルになり、先は斜めに切れ。 縁毛はないが基部に下に向く太く柔らかい毛が生える。下記は7から10月。下女は茎先、または溶液につき、頭上に多数の花をつけ、計3から8ミリメートルになる。下女の基部に養生のツトがあり、花柄には洗毛がある。果敢列片に見えるのは、学列片で、学は強小径で4列し、列片は花時に、長さ約2ミリメートル、下地に、 長さ2.5から3ミリメートルになり、色は緑色、白色、またはわずかに紅色を帯びる。湯水は6から7個あり、ガクレペンより短く、薬は黒子色になる。脂肪は楕円体になり、下中は2列する。果実はレンズ型の痩せ下で、長さ1.5から2ミリメートルになり、両面が膨らんで、コブ状の小突起があり、黒色で光沢はなく、 株が膨らんだ宿損するがクレッペンに包まれる。染色体数は 2N イコール48。日本では、南千島、北海道、本州、四国、九州に分布し、原野や山地の日当たりの良い、湿った場所や林園、他のあぜなどに生育する。世界では、日本のほか、朝鮮半島、台湾、中国大陸、東南アジア、ヒマラヤ、西アジア、 北アフリカにかけて広く分布する。ワミオ谷蕎麦は、谷蕎麦の意で、谷の水の流れ近くに生える、蕎麦の意味。牧野富太郎は、ワミオ谷蕎麦派系編二世ずる蕎麦の稲荷と述べている。また、1856年に出版された、飯沼翼祭の草木図説全編二十巻中、第七巻、谷蕎麦には、前景蕎麦また、ハミ蕎麦のタやり、こにタニ蕎麦の、なりとある。 種商名ネポリンシスは、ネパールのの意味。本種は、イーヌマヨクサイの草木図説でいうところの、溝そばのタイアリという通り、花が茎の上部に密な登場になってつく点においては、同族の溝そばピーサンベルギーに似る。しかし、溝そばには、茎に、普通下向きの指紋があるが本種にはない。また、本種の花は、比べると小さく、溝そばの葉は、 チューブがくびれた卵状報、小形になるが、本種の葉は、卵形から三角状卵形になる。また、同属に、名前が似ている、宮又に蕎麦ピーでボリスがあるが、同種は、竹が低く、茎は細く、葉は三角形で、頭花の花の数が少ない。つまり、あまり似ていない。溝蕎麦及び宮又に蕎麦は、同属うなぎつかみぶセクト、地にコーランに属するが、 本種は、同族谷蕎麦武士セクト、セファルフィルンに属する。ありがとうございます。